2016年の放送開始以降、さまざまなアーティストを紹介してきたブレイク前夜。今回は放送200回を記念して過去に出演したアーティストのその後の活躍を追いかけます。本郷美術骨董館の提供でお送りします。優しさだったり強さだったり、そういった内面の面を作品に描いていきたいなと思って制作してます。生きる喜びとか、なんか興奮、そういったものを作りたいなと思ってやってるので、型を持たないことにこだわりを持つのが型みたいなそんな感じで。昔から身近なものでした。あまり面白くないもの、あまり注目されてないものにちょっとひねりを与えて、すごく面白いものにしてあげるっていうのが作品のコンセプトでもあるんですよね。パッと見美味しそうとか、そういうお菓子にまつわるこう幸せな記憶が思い出してもらえるような表現になっています。重なることっていうのは多分一番大事なテーマかなっていうふうに思っているんですけれども、華やかな世界で、芸能界というところで活動をしてきたからこそ分かるちょっと闇の部分だったりとか、見えない醜さだったりとか、常にきっと表裏一体だと思うので、そういう部分も一緒にこう表現できたらなっていうのはすごく意識してます。何かこう自分でもオリジナルの商品というかもので、なんかポップアートっていうのを表現できないかなっていうのもきっかけかもしれないですね。両生類っていうのはちょっとすごく面白いなっていうことに気がついたというか、木でできることっていうのはやっぱりまだかなりあるんじゃないかなと思いますね。
金属のあのすごい強い質感というか存在感の質感をもう自由に自分の思った通りに木形を変えることができるっていうのはすごく魅力ですね。だんだんみんなと同じことをやってるのがちょっとつまんなくなってきて、せっかくだったら ものすごい版画を作りたいなっていうふうに考えた時に、俺がこの手で作ったんだっていうなんかその手応えみたいな感じようと思ってこうたどり着いた場所だったっていうところはあると思いますね。放送後もさまざまな場所で活躍を続ける次世代の芸術家たち、彼らの今後のその活動に注目です。